はい、どうもこんにちは、大二郎です。今日も皆様の英語の疑問に、回答していきたいと思います。今日のトピックは Will と Be going to ということで、まあ2つも未来を表す言葉として日本の学校とか習うと思うんですけど、基本的に一緒ですって、まあ、習うと思うんですよね。特に中学校とか高校とか。でも一緒だったら別の表現があるはずないんで、必ずやっぱりネイティブの人とかはやっぱり違うニュアンスを感じてるんですね。そういうことで、ちょっとこの2つを今日は紹介していきたいと思います。まず will なんですけど、これあれですよね、もともと名詞で意思ってっていう意味なんですよ。だから意思あるところに道ありみたいな、 Where there's a will, there's a way っていう、ことわざが英語にもあるぐらい、 will っていうのは意思という意味で使われてます、もともと名詞はね。でこれがじゃあ助動詞になった時にどういう使われ方するかっていうと、まず一つ目がその瞬間に決めた自分の意思。例えば I'm thirsty, I think I will buy a drink、 ちょっと喉が渇いた、なんか飲み物が欲しい。その I'm thirsty、 あ、喉が渇いたっていう時に何か飲みたいなってその時思った感覚ですよね。じゃこれは、Be going to ではちょっと使えないんですよね。で will ね、他にもね、いろいろあと4つぐらい用法みたいなのがあるんで、ちょっと順番に説明していきますね。次は offer というか、してあげるよっていう意味での will ですね。例えば That looks heavy, I will help you with it、 ちょっとそれ重そうだね、ちょっと持ってあげるよみたいにね、その何かオファーしてあげるときにこの意思の will っていうのが使われたりしますね。そして約束、Don't worry, I won't tell anyone、 誰にも言わない、誰にも言わないよっていうその意思の感じ、ニュアンスがやっぱ will に入ってますよね。あとは脅迫というか、脅迫というと言い過ぎですけど、例えば If you don't stop, I will tell your mother、 ちゃんと止まらないと君のお母さんに言うよっていう、やっぱここも意思の強さが出てますね。 I will tell your mother ということで、で最後は拒否ということで、will って want にするとやっぱり意思を否定するっていうことになるんで、結構な拒否っていう感じになるんですよね。例えば She won't listen to anything I say、 彼女は私の言うことを何も聞かなかった。 She won't とか I won't do it、ね、そのいうふうに絶対やりませんっていう、ことなんですね。これ結構 want と何々欲しいの want の発音が似てるんですけど、そこはちょっと気をつけてということですね。 want 欲しい want で、次は be going to の方をやっていきます。 and be going to は基本的にはもともとすでに決まっていたスケジュールの話をするときに使えます。例えば I'm going to the beach next weekend with my friend ということで、もう来週友達とビーチに行くと。でこれはもう決まってたことなんですよね。もともと作ったスケジュールで、なんかもう、そういえば来週行くんだよみたいな感じで。だからこれが I will go to the beach だったら、その場でいきなり、ちょっと俺ビーチ行くわみたいな、いきなりそこで決めたっていう感じなんで、周りの人はおお、どうしたどうしたっていう感じになりますね。っていうのが be going to で、もう一つはなんかこれは多分こういう風になるだろうなみたいな明らかな結果を言う時にも使います。例えば My stomach hurts a lot and I think I'm going to throw up、 ちょっとお腹が痛いからこれから吐くと思いますみたいなね、吐くかどうか分かんないけど、もうほぼほぼ吐いてる、もう分かる、吐くのが分かるという時には be going to を使いますね。なんかサッカーで 3-0 で、こっちが勝つね、 they're going to win みたいなね、こっちが勝つわみたいな、そういうもうすでにほぼ確定している結果とかにも使います。なのでつまり両方とも、未来のことを表す、表現なので、確かに、同じように使える時もあります。例えば雨が降る、明日雨が降るだろうみたいなのは will だと I think it will rain tomorrow で、be going to だと I think it's going to be rain tomorrow、I think it's going to rain tomorrow っていう風にね、もちろんどちらも使えますよ。でも使えない表現もあるんですよ。でそれはつまりbe going to は予定を表すものだし、 will は意思を表すものだから使えないのもあるよねっていう話です。例えば Are you busy this evening?、今晩忙しいですか?こういう質問には be going to でしか回答できないんですよ。だって今晩忙しいですかっていうのは、その今晩の予定を聞いてるわけで、もともと今晩予定がある人だったら、ああそうだ今日は交流するんですよ、今日は交流するんですよっていうわけで、その will を使うと今僕はビーチに行くことに決めましたみたいな、今決めましたみたいな
感じになっちゃうのがシーンですよ。だから例えば回答するなら Yes, I'm going to the movies。 そうなんです、今日は映画を見に行くっていうふうに決めてたんです。あとこれ Will だと言えないですよ。 I will go to the movies。 今決めたんみたいな、怖い怖いみたいになるんで、Will を使うんだったら Oh, I haven't made any plans。I think I will probably watch TV。 いやちょっとまあ決めてないんです、多分テレビ見たい、見たいですね、見るかもしれませんねみたいないう感じで、言いますね。なのでWill と Be going to はこれだけ違ったね使い方があるんで、皆さんも気をつけて使っていければなと思います。はい、でこのチャンネルではね皆様の疑問にお答えするっていうコンセプトでやってますんで、もし疑問があればね、ぜひぜひコメント欄の方で教えていただければなと思います。じゃあ